おい、相手してください。なんか失礼なのか丁寧なのかよくわからないな。よし。これでまたあっちの、あの女の子と戦えばいいってことかな。なんか待ち構えとったよね。おー、びっくりした。あ、野生のヤングースが飛び出してきた。いけーい。いきなりのキャタピー。キャタピーが出てきたって、まあとりあえず使い物にはならないのだけれど。あ、足まりが回復できていない。まあいいや、とりあえず待つや、持つやろ。いけーってつけら。え、あの女の子さえ超えたらもうお祭りいけるかな。うおー。レベル2なのに結構効くのね。おし、つつく。脳天に。野生のヤングースは倒れた。ね、すごい、クサって刺さったけど。おし。なんかさ、あの女の子に近づいたとき、まだ目も合ってないのにさ、なんかちょっと、シャキーンみたいな。ちょっと言いたいことわかる？ほら。ほら、すっ。こっちから行ったらならんのかな。あ、ならんね。ほらほらほら。ピコーン。あたしがとっても仲良しの姉妹を見せてあげるね。仲良しの姉妹。なに、2匹？すごい決めポーズやね。ミニスカートのユイが勝負を仕掛けてきた。いや、1匹しか持ってないけど。ミニスカートのユイはキャットピーを繰り出した。あ、自分と姉妹って言いたいってことかな。あ、ごめんね、私もキャタピーなんだ。キャタピー対決でもいいけど、どう？体当たり。いけーい。ほらほら。お、やっぱりレベルの違いがね。体当たり。糸を吐くって何やった？防御力低下やったっけ？素早さか。そっかそっか、動けんなるんやけん、素早さやわな。お、あ、そっか、素早さが下がったら、攻撃の順番が変わるんか。よし。やったね。ケタピー対決はこっちが制したよ。イエーイ。しかもケタピーレベル7に上がった。早く進化せんかな。まあ、お手上げ。アイナは賞金として72円手に入れた。なんかポケモンのさ、お？え？ほんとに？早く進化。おや？キャタピーの様子が。やったー。え？やったけどさ、トランセルでしょ？役立たずに。まあでもその次の、バタフリーになっても、なってもらうためにね、早くレベルを上げなければ。おめでとう、キャタピーはトランセルに進化した。イエーイ。可愛くなくなった。トランセルのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。おー、いいね、いいね。登録管理、あ、そういう感じね。進化系が横にこうおるけん、あそこにあったわけや。あ、じゃあ、何段階あるかってわかるんや、最初に。トランセル、サナギポケモン。硬いと言っても虫の殻、割れてしまうこともあるので、激しい戦いは禁物。あ、これこれ。見て、回転させられる。どうでもいいけど。動き。鳴き声。まあ、いろんなのあるんやね。やったね。お、トランセルは硬くなるを覚えた。え、トランセルでも体当たりは使えたよね。今まで通り技は使えるよね。まあ、それならいいんだ。ありがとう。あなたのおかげでトランセルになったよ。私のポケモン。私が生まれた時、パパが捕まえてくれたの。ずっと一緒なんだから。いいね、なんかそういうの。で、これも気になってた。おぉ。これも気になってたんだけど。あ、野生のツツケラが飛び出してきた。いけい。ここでトランセル出したらつつかれて破かれるよ。ほら、殻柔らかいんだから。じゃあ誰で行こうか。足まり。いけー、足まりー。もはや私足まりよりもさ、ツツケラの方がレベル高いんだけど。
いやー、早速急所に当たってしまった。ちょ、水鉄砲、水鉄砲。ちょっとやめてよ、攻撃力下げてくるの。足回り、水鉄砲。おっしゃー、一発。あんな勢いで顔に浴びせかけられたらなんか顔がひどいことになりそう。ほい、そしてこれ、お、モンスターボールを見つけた。やったね。んで、ちょっとポケモン入れ替えときたいんだけど、間違えた。ヤングースとトランセルをちょっといろんなとこ行きすぎ。ヤングースとトランセルをちょっと交代。よし、オッケー。さあ、みんなどんどんレベルアップ、レベルアップじゃねえや。お、あんなところにもあるじゃないか、なんか。どんどん進化してくれ。これは一番道路、いろいろ一番な道。何いろいろ一番って。なんか鳴き声聞こえるんだけど。牧場？お、なんだ。ねえねえ、リリータウンの祭り始まっちゃうよ。行こうよ。誰だい、君は。なんか見知らぬ男の子に誘われたんだけど。ほう。え、何？どこなの？こっちなの？なんかすごい止められるし。あ、あんなところにモンスターボール。お得な掲示板。ポケモンは戦うことで経験値を得て強くなります。また、ポケモンを捕まえることでも経験値を得て強くなります。え？え、どういうこと？捕まえても経験値入るの？ね、なんかすごい鳴き声聞こえるんだけど。傷薬を見つけた。どこに何がいるというの？ほう。小さなトレーナーさんが、おい、相手してください。なんか失礼なのか丁寧なのかよくわからないな。かわいい。エンジのミノルが勝負を仕掛けてきた。エンジやって、エンジ、ちょっとかわいすぎやろ、そのポーズ。いいわ。お、ヤングース。あ、まさかの私今回ヤングースなんよ、これ最初。イエーイ、かぶりかぶり。ってことでヤングース対決いきますか。体当たり。いけい。なんか体当たりっていうよりは、バシッ。殴りかかりよりような感じだけど。いけいけ。え、このさ、何やっけ、リリータウン？そこには、このお手入れってなんなんやろ？ちょっと気になったんやけどさ。強いなら言ってください。で、このお手入れって何？なんか押したけど。なんかなった？はあ。ポケモンたちをお手入れできるよ。優しくなれてあげて、どんどん仲良くなろう。何それ。ポケモンが大好きなポケモメを食べさせてあげよう。ポケモメはポケモンセンターのカフェスペースでもらえるよ。ポケマメってなんだ。え、なんか昔グミじゃなかったっけ、こういうの。ポケモンは戦うと汚れることもあるよ。そんな時はお手入れ道具で綺麗にしてあげよう。毒や麻痺なども治せるよ。え、マジで？え、じゃあもう道具いらんってことあれ。なんか、麻痺直しとか、毒消しとか。お手入れするポケモンは入れ替えることもできるよ。仲良くなったポケモンは張り切って戦ってくれるよ。たくさん仲良くなろう。あ、そういうのあるんや。仲良し度みたいな感じ？へぇー。よし。めっちゃ埃だらけやん、ちょっと。じゃあちょっと、お、何を使えばいいんかな？ブラッシング？あ、こう取ってくるわけね。はい。え、どうしたらいいん、これ。え？消えたんですけど。消えたんですけど、いまいちまだ使い方がわからんぞ。でも砂ぼこりを取り除く。これ砂ぼこり？違うよね。こうやったら取れる？あれ？選ぶものが違うってことかな。こっち？濡れた体をか、違うな。これは？汚れを拭き取る。こっちか。え？うん、わからぬ。これは乱れた毛並みを整える。これ乱れた毛並みなんかな、もしかして。あ、だね。あ、なるほどなるほど。選ぶものが違うわこいつって思われとったわけだね、私は。あれはなんか毛玉になっとったわけや。ホコリがついとんじゃなくって。なにこれ。あ、これがポケマメ。おー、え、どれが好きとかある？これ炎タイプかな。え、どれかわからぬ。え、てかなんかこっちの方の見えんのやけど。で、こっちの方の見えんのやけど。え、ないってこと？ないってこと？どれ与えたらいいんやろ。
全然説明出てくれんね。とりあえずどう？それあ、それじゃなかった、それじゃなかった。でもこれどんどん減っていってしまうよね。じゃあそのままにとりあえずしとこっか。まあまた今度やった時にどれが好きか、どれが好きかちょっとずつ見極めていこっか。まあいきなりはわからんさ。君はお祭りには参加しないの？優れたトレーナーはトレーナーの気配を感じるよ。なんかわかった？あれやろ、シャキーンってちょっと鳴るやつやろ、ね、さっきからさ、鳴き声がすごい気になったんやけど、どこから鳴き声聞こえてんだ？あ、とりあえずこっちに行けということかな。お祭り、お祭り。この町におるモンスターの声かな。さっき言わんこ、ほらおったけど。ん？なんだなんだ。お、島キング。アローラ地方には4つの島があり、それぞれの島には守り神のポケモンがいる。守り神ポケモンが我らのそばにいてくれること、それに感謝を表すのが今日の祭りなのですが。まあ祭りといっても田舎の小さなもので、みんなめいめいにはしゃいでいるだけですかな。で、この島の守り神が、誰でした？なんとかクスコ。クスコじゃねえわ。誰？名前忘れた。まあ祭りといっても、あ、同じだな。いいやんいいやん、楽しいのはいいことよ。ん？あれはハウじゃない？ここはリリータウン、ポケモンに感謝するところ。別にここ以外でもきっと感謝してるよみんな。ねえ。おー、アイナ、俺もニャビーも待ちきれないよ。ニャブ。あれ？もしかして聞いてないの？何を？お、来た来た。間に合ったね。何があるのでしょうか。ピュイ。ふん、暴れるな。ご機嫌なポケモン勝負。技と技のぶつかり合い。え、ポケモン勝負なの？全力祭りでは、カップにポケモン勝負を捧げるんだぜ。あ、そうそう。カップなんちゃら。結局そっちも思い出せないけど。では、お二人が勝負なさるのですね。ポケモンさんが戦うのは傷ついたりするので苦手ですが、私、きちんと見ます。聞いてないよ、そんなの。あゆなよ。君のため、戦ってくれたポケモンを元気にしよう。お、ありがとう。助かるよ。ポケモン勝負の準備はできましたかな？ほい。では、始めるとしよう。これも祭りの一環なの。お、いいね、いいね、夕日が。島に暮らす命。島巡りを楽しむ者。すべての無事を祈ります。では、これより島の守り神、カプコケコに捧げる、コケコだった。ポケモン勝負を始めます。カタヤハウ、島キングの孫。お、なんか夜店みたいなんでとる。コナタアユナ、カプコケコに出会った者。はい。お？好奇心旺盛なカプコケコらしいね。お、お母さん見に来とるやん。ヤングース、アユナをよろしくね。お互いが楽しく思えるなら、きっといい勝負になるよね。なんでヤングース？最初に出るポケモンだから。アユナもハウもポケモンの力を発揮させよう。よし。ニャビー以外にも捕まえてきたんかな、やっぱり。ポケモントレーナーのハウが勝負を仕掛けてきた。お、2匹になっとる。ピチュー？何、羨ましいんだけど、どこで捕まえたんだよ、おい。いっけ、ヤングース。相手はピチューか。まあ、レベル的には五分五分なんだけど。あ、かわいい。でも正面向いてほしかった。お尻しか見えなかったよ、ピチュー。お？静電気？あ、マジか。ヤングースは麻痺してお腹出にくくなった。あ、そういう特性が。なんてことだ。なんか岩タイプの攻撃とか、地面タイプの攻撃とかあればいいんやけど。そんなポケモンはまだ持ってないんだよな。なんかその辺さ、虫系とかノーマル系とかが多くって。どうしよう。じゃ、とりあえず、あ、でもこの辺、うわ、飛行ダメや。水もダメや。ってことはヤングースかトランスルしかおらんくね。なるほどね。もう体当たりで粘ってやるわ。
あ、かわいい。必ず背後からしか見えんわけやね。正面から技出してるとこ見たいな。このまま私ゴリ押しでいくよ。あのちょっとキリッとした顔がいいね。体当たり急所に当たってくれたりせんかな。てかもう全然麻痺関係なくね。ねえ。あー、電気ショックが。かわいい。もうかわいいしかないよ。ほら、もう全然、麻痺って言っても超動きまくりよるわ。いっけーい。あー、甘えられたら。ほら、攻撃力がどんどん下がっていくじゃないか。あ、やべえな。さっきまでの攻撃力やったら絶対もう一発でいけとったはずやのに。ちょっと他のやつでバーンって決めよっか。じゃあトランセルおいで。トランセルしか頼れるやつが。あと一発とかでやられそうやもんね。電気ショックで。とりあえずもうこのトランセルの体当たり一本でいけるやろ。レベルもこっちの方が上やし。なんかとことん相手の能力を下げてくる感じやね、戦い方が。おっしゃー。さあ次はニャビー入れ替えます。もちろん足回りやろ。そこはもう効果抜群な感じでいくよ。出てきた時一瞬ポーズするのがいいよね。なんかほい、水鉄砲。まだ出せんかった。足回り水鉄砲。お、これレベル上がるんじゃない？イエーイ。じゃあちょっと、チャームボイスでも。フェアリー系らしいよ、フェアリー系。最軽、足回りチャームボイス。フェアリー系って何系に強いんやろ？悪とかそういう感じ？違うかな？あ、もう水鉄砲で決めればよかったな、今の。よし。てかもう旗くれ大丈夫か。めっちゃ火の粉連続してくるやん。いけい、旗く。よし。イエーイ。お手入れしとこうか。お、足回りレベル9に上がった。やったね。足回りは何レベルで、何レベルで進化？もう終わりって超笑顔なんやけど。もう終わりだよ。あ、そっか。ヤングースそういえば、麻痺だったんだよ。これ最後に戦ったポケモンじゃなくて一番前のポケモンが出てくるんやね。汚れじゃねえ。砂ぼこりでもない。濡れてもない。これか。状態異常を直す。はい。ポン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 。あ、でもこれいいよね。なんか道具なくてもこうやってできるの。すごい助かると思うけど。あ、ちょっとずつ麻痺が小さく小さく。よし。オッケー。じゃあ今回、どれなんやろな。これは？うわ、それでもなかったか。なるほどね。ごめんね。わからねえわ。今年も見応えあったね。カプコケコも満足だろう。はぁ、ユナすげえ。いい勝負だったからめっちゃ楽しかったよ。良き勝負でした。これならカプコケコも。カプコッコ。え、もしかして、鶏なの？おぉ、カプコケコのさえずり。なんかあれ虫系かと思ったけど鳥なんや。そうであった、アユナこれを。なになに？何くれたの？商品？お？何あのブレスレット？アユナは Z リングを腕に装着した。 Z リング、あのなんかパワーが出るやつ？ Z リングはポケモンの秘めた力、 Z パワーを引き出す不思議な腕輪ね、体験版であった。我々シマキングはカプコケコにいただいた輝く石を加工して Z リングにするんですな。我々シマキング？
あ、それぞれの島に島キングがおるってことか。もっとも島巡りをして Z クリスタルを集めねば Z パワーは発揮できませんのかな。それはジムバッジ的な感じかな。それにしても直に輝く石をもらうとは。君はカポコケコに気に入られたのか、それとも何か使命があるのですかな。つまり島巡りにて各地を訪れれば何かわかるのか。島巡り4つだ。アローラ地方にある4つの島を巡り、最強のトレーナー島巡りチャンピオンを目指すのが島巡りなので。なるほど。ポケモントレーナーとして極めて、なんかその四天王とかを目指すわけではなく、島巡りチャンピオン。なんかすごく規模がしょぼい気がするけど、そのままだけどね。冒険できるのは楽しみ。ふんふん、島巡りについては今度説明するよ。なるほど、オッケー。お、もう一夜経ったの？ん、どうしたどうした。カプコケコさん、すごいですよね。いつか星雲ちゃんのことをありがとうと言えたら。ピュー。すぐ暴れるな。自分も。あなたも助けてもらい、さらには輝く石も託された。不思議な人ですものね。よーし、帰ろうか。こういう時、さよならというのですね。ん？何？日本人じゃないの？お、帰ってきとる、自動的に。にゃーす、ただいまー。あ、そっかそっかそっか、お母さんも一緒に行っとったよね。にゃー。連れて行ってあげればよかったのに、ポケモンなんだからさ。あら、アイナお帰り。やっぱり普通にペット扱いなのかな？いい勝負だったわね。若子ながらポケモンとの息の合った戦い方に魅力を感じちゃった。あなた、アローラならではの島巡りに挑むといいかもね。じゃあママはお祭りはしゃぎすぎたので、もう寝まーす。私も寝たいんだけど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。